東大寺は仏の加護によって国家を守ろうとした聖武天皇の発願で平城京の東の地に建立されました。金剛力士像が立つ南大門をくぐると大仏殿の大屋根がそびえています。大仏殿は751年に完成し、翌年の752年に盛大な大仏開眼供養が行われました。その後1180年と1567年に戦乱による火災で主要伽藍を焼失しましたが、その都度再建されました。現存する大仏殿は1709年に再建されたもので、間口57メートル、高さ 47.5 メートルの世界最大の木造建築物として異様を誇っています。高さ16メートルの本尊の盧舎那仏坐像は世界最大の金堂仏で、奈良の大仏さんと呼ばれ全国の人々に親しまれています。この大仏さんも2度の火災のために1690年に修理復元されたものですが、台座の蓮弁には創建当時の毛彫りの文様が残っています。広い境内には東の高台に天平の梵鐘を吊るした鐘楼、天平仏がひしめく法華堂、お水取りで有名な二月堂、聖武天皇遺愛の宝物を収めた正倉院正倉など、数多くの貴重な建物が残されています。東大寺周辺は四季折々に古都の味わい深い景観を見せてくれます。東大寺といえば、奈良を代表する有名な伝統行事、東大寺二月堂修二会、お水取りです。奈良時代から一度も欠かさずに行われてきた行事で、11名の蓮行衆と呼ばれる僧侶たちが、およそ1ヶ月の間、泊まり込んで世界の平和と人々の幸福を願って厳しい修行を行います。お松明は3月1日から14日まで毎日二月堂の上で火の粉を散らします。3月12日には一段と大きなお松明が夜空を焦がします。深夜になるといよいよお水取りです。若祭と呼ばれる井戸から本尊に備える1年分の洪水を汲み上げる行事が厳かに行われます。